皆さんこんにちは、シューポンキノコです。青の塔がまた改装追加になりました。ついに25階建てです。今日は新しく追加された21階から25階までの、クリア動画をお送りします。右にマップ全体図を入れるので、左に寄せます。21階です。今回追加になった階はパズルっぽいのが、多かった気がします。迷いやすいので参考にマップ全体図を、入れました。開始すぐはこんなマップに見えます。でもこのマップ、隠し通路に隠し部屋があります。なのでこんな感じです。通れるところはこんな感じ。僕は最初気づかなくて迷った。このマップは中央に扉が、3つ。頭上乗せてスイッチを押すタイプです。うまく隠し通路を使って、乗せていきます。スイッチは見えているところに、2個。この2つを先に乗せていきます。3個目は扉の中にあります。ちょこちょことパラオンが追いかけてきます。通路が狭いのでピラミッドが巻きやすいです。あ、こっちにもいるね。そして3つ目のスイッチです。隠し部屋にあります。スイッチに刺さったからファラオンがガチャガチャやってるな。よし、開いた。結構気になってしまいました。22階です。レインボッティ登場です。レインボッティはまだ最近の青鬼という感じですね。トロッコが使えるせいかマップが広いです。マップ全体図はこんな感じ。なんか世界地図みたいだな。扉は3つ。1つ目のスイッチです。狭いエリアはトロッコがないし、巻きにくいです。レインボッティはどんどん追加されるので、狭いところを先に開けた方が良さそうです。あと、このマップは線路の上を歩けます。僕最初は避けて歩いていたんだけど、途中で気がついた。レインボッティから逃げるなら、線路を歩ける仕様の方が、助かるな。トロッコの行ってく先がわからないから、鉄塔に乗るのも怖いんだよな。って言ってる間にレインボッティ5体前。スイッチ早く押さないとな。このピンクエリアは、なんだろう？一歩無理だよ、やばい。レインボッティドロドロ増えてきます。さっき行けなかったエリアに行きます。おお、二つ目スイッチです。よし、3つ目。レインボッティしてるね。こういう時のトロッコだな。あ、これだけ離れると追ってこない？結構受けちゃうね。僕これは初見なので比べられないのですが、僕の場合スイッチはここでした。スイッチはランダムかもしれません。23階です。恐竜青鬼登場です。恐竜鬼も最近の鬼って感じがするな。ハッピーランドなんて書いてあるけど、恐怖ランドだよな。全体的に狭い感じのマップです。魔法陣が4つ。出口はこんな感じです。
病院は青にやってきた。あ、でもそんなに速くないな。でも鉄球が来るまで気をつけないと。鉄球は縦のラインに転がってきます。そして卵向き青にが横に、一体一体です。スイッチは3つ。何度か挑戦して、同じ場所にあったので、おそらく発生ではないかと思います。ここの鉄球やられやすいので注意です。行けました。24階です。モンスター王に登場です。僕はこの回が一番面白かったです。最初は謎の詩が多すぎて意味わからなかったんだけど、わかると面白いマップです。この隣り合う2つの部屋の通り方は同じ。でも城は行き止まりなので黒行く。この先にもあるけど階が違うので、階段降りて城のルートを覚える。実際に通る黒ルートは道が見えなくなってます。上に戻って覚えた通りに黒の道を進みます。間違えると即死です。やり方がわかればそれは行きやすいです。25階です。25階はマップ全体図が奥でなくてすみません。こちらは迷うということはないです。とにかくカクカクの道を水攻撃を避けながら進みます。水攻撃というだけあって攻撃とともにプクプクという水の音がします。でも水なら雷とかと違って死ななそうだけど、スイッチは全部で4つ。マップは一周回れるので進み続けてもいいし、半周したところで戻って逆回りでも OK です。僕はいろいろやってみたけど、2つをしたところで逆回りに落ち着きました。逆回りする方は同じスイッチを移動さないように注意です。僕は何度か押しそうになった。来ました。こちら水神鬼です。色がすごく綺麗なんだけど、もう青鬼の世界観についていけない。このままどこまでも突き進んでほしいな。この水神鬼は進み方に規則性があると思うんだけど、ちょっとわかりにくかったです。スイッチ3個目、4個目くらいが攻撃が厳しくなります。ずっとサボテンマンでやっていたんだけど、やっぱりミケちゃんに変えました。このマップはとにかく距離が長いなという印象です。最後のスイッチです。水神鬼すごすぎる。行けました。せっかくなのでポセイドンを見てみましょう。なんか男の人魚みたいな感じかな。かっこいいな。ポセイドン、スキンチェンジは25回を10回クリアですね。頑張っていこう。それでは動画はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。